カルマは、ジャイナ教において、心理的ジャイナ宇宙論を支配する、基本的な原理である。ジャイナ宇宙論では、人間の道徳的行動によって、霊魂の転生の基盤が形成される。霊魂は再生のサイクルに縛られ、最終的に下脱を得るまで輪廻に捉えられている。下脱は霊魂を浄化することでなされる。ジャイナ哲学において、カルマは転生の原因を含意するのみならず、 非常に微細な物質であって、霊魂に浸透して、霊魂の本来の透明で純粋な性質を曇らせるとも考えられている。カルマは一種の汚染であって、霊魂を様々な色で汚染するとされる。カルマに基づいて、霊魂は様々な存在の状態の中で転生と生まれ変わりを繰り返すという。ジャイナ教では、カルマの存在の根拠として、格差、苦痛に言及する。 ジャイナ教典では、霊魂の能力に対する影響に基づいて、カルマを様々な種類に分類している。ジャイナ教の理論は、カルマの流入と束縛を分類して、行い自体と行いの背後にある意図とを等しく、重要視して、カルマの過程を説明しようとするものである。ジャイナ教のカルマの理論は、個人の行為に非常に大きな役割を持たせ、神の恩寵や因果応法といった。 いくつかの存在が想像されたものに対する信頼を打ち消す。ジャイナ教の教義でも人が禁欲や行いの順化を行うことで自分のカルマを修正しそれから解放されることは可能だとされる。何人かの学者はカルマの教義の起源をインドアーリア人の移住以前にまで遡るものと考えている。カルマはシャモン哲学と後に シャモン哲学とバラモン教が同化した過程における発展の結果として現在のような形になったと彼らはみなしている。ジャイナ教におけるカルマの概念はライバルとなるインド哲学からの批判の主題となってきた。ジャイナ教ではすべての霊魂は本来固有の理想的な状態においては純粋なものであり、無限の知識、無限の認識、 無限の幸福、無限の活力といった性質を持っているとされる。しかし、現在経験される状態にあっては、こうした性質は、霊魂がカルマと結びついているために汚れて、閉塞しているという。霊魂は、始まりがなく、無限に続く時間を通じて、このようにして、カルマと結びついてきた。こういった霊魂の束縛は、 ジャイナ協典で金の鉱石との類比で説明されている。金の鉱石は通常の状態では不純物と混合した未生成な状態で発見される。同様に理想的には純粋な状態である霊魂は実際にはカルマという不純物に覆われている。この金との類比はさらに掘り下げられるというのは霊魂の純化は適切な生成方法が 適用されれば達成されるというように説明されるのである。何百年もの時間をかけてジャイナ像によって、霊魂の本性、カルマの働きの所相、下脱に至る方法、手段を説明する膨大で洗練された文書が集積されてきた。ジャイナ教では、カルマの汚れについて語られる。つまり、カルマは、 世界全体に充満している目に見えないほど微細、微視的な粒子と考えられていることは明白である。カルマは小さいため、一つの場所、点、可能な限り最も小さい空間の範囲に,に無限にカルマの粒子が入り得る。こういったカルマの微粒子こそが、霊魂に付着し、その霊魂の本来の能力に悪影響を与えるのである。この物質的なカルマは、 ドラビアカルマと呼ばれ、結果として生じて霊魂が経験する感情、喜び、苦しみ、悲しみ、憎しみなどは、バーバカルマ、精神的なカルマと呼ばれる。物質的なカルマと精神的なカルマの関係は原因と結果の関係である。物質的なカルマによってこの世界に存在する霊魂に気持ちや感情が生まれ、次にその感情によって、 精神的なカルマが生まれ、精神的カルマによって霊魂において感情が変わるのである。こうした感情は、さらに、新しく物質的なカルマの流入、束縛を招く。カルマの物質は事実上意識にこの世界の物質的な環境下で活動させる作品だと、ジャイナ教では考えられているカルマは、霊魂のこの世界を物質的に経験したいという。 欲望の媒体なのである。霊魂に引きつけられると、カルマは、カールマナシャリーラと呼ばれる相互作用的なカルマの場に、保持される。カールマナシャリーラは、霊魂から発出したものである。このようなわけで、カルマは、霊魂の意識を取り巻く微細な物質なのである。こうした二つの構成要素、意識と生んだ、カルマ、が相互に作用を及ぼすと、霊魂は、 現行の物質的な世界で知られているような生活を経験する。インド学者のロバート・ j 財イ・ザイデン・ボスによれば、カルマは自然法則の体系であり、この中で道徳的な意味を持つ行動が物理的行動と同様に何らかの結果を引き起こす。リンゴを持っている人がそれを放り出すと、リンゴは落下する。そういう判定がなければ、関連して道徳的判定もなくなる。 というのはこれは物理的行動の機械的な結果だからである。同様にして人が嘘をついたり、物を盗んだり、無意味な暴力を働いたり、越楽的な生活を送ったりすると当然それに応じた結果が生じる。こういった結果、道徳的な報酬あるいは報いが何らかの神の裁きの結果だと決めてかかるよりも、むしろ宇宙には、 生来道徳的秩序が存在し、カルマの法則を通じての自己調節が行われていると、ジャイナ教では信じられている。ジャイナ教において、道徳や倫理が重要なのは、神のためではなく、道徳的、倫理的原理に従って送られる生活が有益だからである。それによって、カルマが減り、最終的には全くなくなり、続いて永遠の幸福が得られる。 ジャイナ教のカルマの概念は、神から救済の能力を剥奪し、その能力を人間自身に与えるものである。ジャイナ教研究者の JL ジャイには、こう言っている、他の宗教ではなく、ジャイナ教こそが人に、究極的で、宗教的な独立、自由を与える。我々の行う行為と、その結果との間に何者も入ることはできない。一度何らかの行為がなされると、 その行為が、私たちの主人となり、必ず結果をもたらす。私の独立性が大きいので、私の責任もそれに伴う。私は、自分の好きなように生きるが、自分の発言を取り消すことはできないし、発言の結果から逃れることもできない。神や神の預言者、代理人、愛されが、人間の生活に干渉してくることはない。霊魂が、そして霊魂だけが、 自らのなすすべてのことに責任を持つのである。24人目のティール・タンからであるマハー・ビーラは、心の平静によって、自らのカルマを排出して下脱したジャイナ教では、カルマの結果は、間違いなく確かであり、逃れることはできない。神の恩寵によって人間が、カルマの結果を受けずに済むということはない。苦行や、自制の実践だけが、カルマの結果を調整。 緩和することができる。それでも、平成にカルマを受け入れる以外に、選択の余地はない。二世紀のジャイナ教典、バガバティ・アーラーダナーデジャイナ教の教義における、カルマの支配が要約されている。世界に、カルマよりも、強いものはいない。カルマは、象がハスを踏みつけにするようにあらゆる勢力を踏みつける。こういったカルマの支配は、ジャイナ教の僧侶たちが、 初期からしばしばその著作の中で探求してきた主題である。ポール・ドゥンダスは僧侶たちがしばしば教訓的な話によって道徳的に正しくない生活形態に対するカルマの完全な眼畜や極端に激しい感情の関係を示したと述べている。しかし、そういった物語はしばしば、 主人公が信心深い行動によって、カルマの結果を変え、徐々に下脱へ近づいていくというように結末が優しいものにされたとも彼は述べている。ジャイナ教版のラーマーヤナやマハーバーラタの中では、ラーマやクリシュナといった伝説的な人物の功績の、伝記もカルマを重要なテーマの一つとして扱っている。主な事件、登場人物、 状況がその人物の人生で次に起こることを決定する特に激しい行動を例示しつつ、その人物の以前の生活に言及することで説明される。24人目のティール・タンからであるマハー・ビーラもケーバラ、ジュニアーナに達する前に、どのように以前のカルマの矛先に対し飲んだのかが、ジャイナ協典で語られている。マハー・ビーラは出家して十二年間厳しい苦行に耐えた。 だけで、ケイバラジュニアーナに達した。アーチャーランガスートラではマハービーラがいかに完全に、平静を保って、カルマに耐えたかが記されている。彼は棒、拳、槍で撃たれ、果物、土くれ、刀片をぶつけられた。彼を何度も打ちのめして、大勢の人が罵声を上げた。彼が一度腰を下ろして動かなくなると、 大勢の人たちが彼の体を切りつけ、痛々しく髪を引き裂き、ゴミをかけた。彼が、宗教的な施策に吹けっている時に、彼を持ち上げては落とし、あるいは振り回した。孫者は、体の世話をすることをやめ、心を謙虚にして、痛みに耐え、欲望から解放される。戦闘の戦闘で英雄が周囲を囲まれるのと、同じように、マハービーラも囲まれている。 あらゆる苦難を被っても尊者は心をかき乱されることなく、ニルバーナへの道を突き進む。アカランガスートラ8356、60カルマは、ジャイナ教の中心的、基礎的な部分となっており、ジャイナ教内の他の哲学的教説、中でも、輪廻、転生、下脱、非暴力、無所有などと複雑に関連し合っている。行動には必ず結果が伴うとみなされる。 あるものは即座に、あるものは、時間が経ってから、来世の転生後にすら影響を与えるというのである。このように、カルマの競技は、単に一つの生涯の中だけの関係に止まるものでは、なく、来世と過去世の両方の生涯にも関わるものである。ウッタラーディアヤナスートラにはこう記されている。ジーバつまり霊魂は、デーバローカに生まれることもあれば、 ならかに生まれることもある。アスラの肉体をまとうこともある。こういったことが起こるのはすべてカルマで説明される。このジーバはアリのような虫、昆虫として生まれることもある。同郷典にはさらにこうあるカルマが死と生の根源である。カルマに縛られた霊魂は存在のサイクルをぐるぐると回り続ける。この障害における行動と感情は カルマの性質に基づいて来世の転生に影響を与える。例えば、善良で高潔な生活は生活の善良で高潔な主題を経験したいという隠れた欲望を示す。そのため、そのような人は、彼の来世の誕生によって彼が容易に高潔さと良い雰囲気を経験し、示すことを保証するようなカルマを引きつけているのである。この場合、 彼は天国か繁栄した高潔な人間の家庭に生まれることになる。一方、不道徳的な行いにふけったり、冷酷な性格を持っていたりする人間は生活の冷酷な主題を経験したいという隠れた欲望を示している。当然の結果として彼は自分が地獄や劣った種類の生活に転生することを保障するような自分の霊魂に 生活の冷酷な主題を経験させるカルマを引きつけているのである。ジャイナ教では、天罰、審判、報章などといったものに巻き込まれることはなく、生涯の中で取った選択から機械的に知ってか、知らずか何らかの結果が起こる。そのため、霊魂が現世で経験する苦痛も快楽も、過去世で取った選択の結果として起こる。こういった競技を取っているため、 ジャイナ教では純粋な思考と道徳的な振る舞いがこの上なく重要であるとされる。レ魂コンは自身のカルマに基づいて死後に4つの存在の状態のうちの一つへ遷移する。ジャイナ教典では4つのガティスの存在が前提されている。ガティスとは存在の状態あるいは誕生する範疇のことであり、その中でレ魂コンが転生を繰り返す。四つのガティスとは、レバ、 マヌシュや、ナーラキ、ティリアンチャ。以上4つのガティスに対してそれぞれ対応する4つの領域つまり居住するレベルが上下方向に段階状になっているジャイナ教の世界に存在する。半身半人は天国が位置づけられている最も高いレベルを占める。人間、植物、動物は中ほどのレベルに住む。地獄に住まう者どもは低いレベルに住んでいて、 そこには七つの地獄が位置づけられている。しかしなら、二号だと呼ばれる一つしか、視覚能力を持たない霊魂と元素である霊魂は、世界のすべての階層に充満している。二号だは存在のヒエラルキーの底辺に位置する、霊魂である。二号だは見て取ることができないほど微細なため、個別の体すら欠いており、群を成して暮らしている。ジャイナ教の聖句によれば、 この二号だの無限性は植物の組織、根菜、動物の肉体にも見出されるという。魂は自身に付着したカルマに基づいてこの運命の宇宙論の領域内で輪廻転生する四つの主な運命はさらにサブカテゴリに分けられ、まだそれより小さいサブサブカテゴリに分けることすらできる。全体として840万種類の誕生の 運命のサイクルがあってその中で、輪廻の中で、霊魂がサイクルを繰り返すことが、ジャイナ教の聖句で語られている。ジャイナ教では、神は、個人の運命に対して、何の役割も持たない。霊魂の個人的な運命は、報奨や懲罰といった体系に基づくものではなく、むしろその霊魂自身のカルマの機械的な結果だ、とみなされる。古代のジャイナ教聖典に含まれる文書、 バガバティ・ースートラは、個々のカルマの存在の状態と結びついている。暴力的な行い、五感を持つ生物を殺すこと、魚を食べること等々は地獄への転生を招くという。詐欺、欺瞞ペテンは、動物や、植物の世界への転生を招く。親切、同情、謙虚といった資質は人間への転生を招く。一方、禁欲や、 戒律の遵守は天国への転生を招く。このため、個々の霊魂は、自身の解放と同じだけ、自身の窮地に責任がある。蓄積されたカルマは、霊魂の満たされない欲望、願望、愛着の総量を示している。これによって霊魂は経験することを望んだ、生涯の様々な主題を経験することになる。このため霊魂は数え切れない年月の間ある。 生命から別の生命へと転生を繰り返し、その間に蓄積したカルマを、そのカルマが要求する結果をもたらす状態に至るまで、溜め込んだままにすることになる。ある哲学では、天国と地獄はしばしば、良い行いと悪い、行いに応じた高級的な救済と天罰の場だと、みなされる。しかしジャイナ教によれば、大地も含んでそういう場所は、 霊魂が満たされないカルマを経験するための場所に過ぎない。六人の旅人の偶話に表された霊主やアジャイナ教のカルマの理論によれば、カルマの物質は霊魂に行動の背後にある精神的活動に基づいて色を付与する。霊魂への色付けは水晶の類推によって説明される。水晶は自身と結びついた物質の色を自身の色とする。同様に、 霊魂も自身に結びついたカルマの物質の味、匂い、感触を反映するが、ただし、霊種やーについて論じる場合は大抵色について言及される。ウッタラーディアヤナスートラでは、6つの色、黒、青、灰色、黄色、赤、白で表される霊種やーの6つの、主なカテゴリについて語られている。黒、青、灰色は不幸の霊種やーであって、 不幸な存在への転生へと霊魂を導く。黄色、赤、白は幸運の霊主屋であって、幸運な存在への転生へと霊魂を導く。ウッタラーディアヤナスートラでは、黒色の霊主屋の人間と白色の霊主屋の人間の精神的気質について記述されている、一時の衝動に突き動かされて5つの罪を犯す者は3つのグプティを持っておらず、 六を傷つけるのをやめず、冷酷な行いを企て、狡猾にして、暴力的で、結果の伴わないことを恐れ、悪意に満ちていて、自分の知覚を抑え込んでいない。このような人は、自分の黒の霊主やを育てているのだ。ウッタラーディアヤナスートラ、34.21、22、自分の惨めさや、罪深い、行いについて、考えるのやめ。 法則や真理についてだけ真摯目うする者は、心が落ち着いていて、自制心があり、サミティとグプティを実践しており、まだ情動に抗っている過剰がなくなっているかに、かかわらず、心静かであり、自分の知覚を抑制している。このような人は、自分の白の霊主やを育てているのだ。ウッタラーディアヤナスートラ 34.、34.31、32。 ジャイナ教の聖句ではさらに果実の実った木を見た6人の旅人の反応の例え話を使って霊主やあの効果について述べられている。その話は旅人たちが実をつけた木を見てその実を取ろうと考え始めるというものである。カズトメは木全体を地面から引き抜いて果実を食べようと提案する。二人目は木を幹から切り倒そうと提案する。 三人目は、枝だけを切ろうと提案する。四人目は、小枝だけを切って、太い枝や木元体は残しておこうと提案する。五人目は、果実だけを摘もうと提案する。そして六人目は、一人でに落ちた果実だけを取り上げようと提案する。六人の旅人それぞれの考え、言葉、具体的行動は彼らの精神的気質に基づいて異なっており。 それぞれ六種の霊種やあの霊児となっている。一方の極端は、黒の霊種やあを帯びた人であり、邪悪な気質、考えを持っていて、一つの果物を食べたいというだけで、木全体を根こそぎ倒そうとする。もう一方の極端は、白の霊種やあを帯びた人であり、澄んだ気質を持っていて、木を残しておくために落ちた果物を拾おうと考える。糸の役割は、 カルマの理論が生まれてから今日まで、カルマの理論の中で最も重要で決定的なものの一つである。ジャイナ教において意図は重要ではあるが、本質的に罪や類は悪い行いの必須条件ではない。邪悪な意図は罪を犯す上での一つの様態をなすに過ぎない。恋にしろ、過失にしろ、何らかのなされた行為はカルマの反響を受ける。 仏教のような哲学では、人が暴力の罪を犯したと言えるのはその人が暴力を行おうと意図した場合に限られる。一方、ジャイナ教によれば、人が暴力を働こうと意図しようとしまいと、その人の行いから暴力的な結果が生まれたなら、その人は暴力の罪を犯しているのである。修行者が知らず知らずに、信者仲間に、 毒の食料を振る舞ってしまうという例を用いて、ジョン・コラーがジャイナ教における意図の役割を説明している。ジャイナ教の考え方に従えば、その毒の食料を食べたために、信者仲間たちが死んでしまったら、その食料を振る舞った修行像は、暴力行為の罪を犯していることになる。しかし、仏教の考え方に従えば彼は、有罪ではない。 二つの考え方の決定的な違いはこうである。つまり、仏教の考え方では、彼はその食料が毒だと知らなかったのだから彼の行為は意図的なものでないとカテゴライズされ、彼の行為は許される。それに対して、ジャイナ教の考え方では、彼が無知で不注意だったことによって、彼は自分の行為の結果に関して責任がある。ジャイナ教では、その修行者の無知、 不注意こそが暴力をなそうという意図を構成していると主張され、そのため必然的に彼は有罪だということになる。このように、ジャイナ教の分析に従えば、意図が欠如しているから、人が犯した罪の結果たるカルマからも放免される、ということはない。意図は、カシャーヤの機能である。カシャーヤとは、負の感情や、精神的活動の負の性質を指す。 意図された行為が悪化させる要因として起こることは、霊魂の振動を増加させ、霊魂がより多くのカルマを取り込んでしまうという結果をもたらす。このことは、タットバールタスートラで説明されている、意図的行為は、強いカルマの呪縛を生み出し、意図的でない行為は、より弱く、短期間しか持続しない、カルマの呪縛を生み出す。同様に、 肉体的行為もカルマが霊魂を束縛するための必要条件ではない。意図が存在することは十分条件ではある。このことは、組んだ組んだが、様やさらで説明している、殺そう、盗もう、不定でいよう、資産を貯め込もうといった意図は、こういった罪が実際に行われようが、行われなかろうが、邪悪なカルマの束縛を招く。そのためジャイナ教では、 カルマの束縛という点で意図と具体的行為とを同じだけ強調している。カルマの教説はすべてのインドの宗教の中枢を成しているが、インドのいつどこでカルマの概念が生じたのかを言うのは難しい。グラーセナップによれば少なくとも紀元前千年にはカルマの教説がすでに存在していたに違いないという。カルマの起源に関して 学者の間ではっきりした合意は取れていないが、カルマの概念は、ベーダやバラモン教とは違う哲学的背景を持っていると信じている者も,もいる。学者によれば、ジャイナ教のカルマの概念、霊魂を煩わせる物質的なものとしての、は、おそらく最初に他と区別された要素であった。カルマ及び転生の概念は、仏教やジャイナ教が属していた、シュラマナ運動を通じて、 バラモン思想の中枢にも入っていった可能性がある。歴史家ゴビンド・チャンドラ・パンデの述べるところによれば、ヤージュニャ・バルキアのような初期のウパニシャッド哲学者たちは、シュラマナ哲学に精通していて、カルマ、サンサーラ、モークシャといった概念を、ベーダ思想と統合しようとしたという。ジャイナ教、仏教研究者のパドマナブ・ジャイニ博士は次のように、述べている。 人間の状況や経験は、実際のところ様々な生涯になした行為の結果で、あるという考えは、全体として、全くアーリア人起源ではないかもしれないが、この考えは、様々な修羅ナ運動がそこから起こってきた、ヒンドースターン平野の土着の文化の一環として、発展してきた。私たちが見て取れる、あらゆる場合に、転生の可能性や過程に関するジャイナ教の思想は、 明らかにヒンドゥー教と異なる。さらに、それらの思想の社会的分派はより深遠なものであった。ジャイナ共生典の最初期の作品のアーチャーランガスートラやスートラクリタアンガでは、細かい専門的な詳細、分類を伴うカルマや、転生の教説の一般的な概略が述べられている。 カルマやその効果の類別の詳細な成分化は2世紀のウマースバーティを待つことになる。古代インドにおける様々な宗教や社会的慣習に対するカルマの理論の影響に関してパドマナブジャイニ博士はこう述べている自分自身のカルマの結実のみを取り入れることを強調するのはジャイナ教に限ったことではない。ヒンドゥ教及び 仏教の著述家も同じことを強調した文章を作成してきた。しかし、ヒンドゥー教や仏教ではそういった信念と反対の慣習も発展した。シュラーダに加えて、ヒンドゥー教の中には人間の運命に対する神の干渉が後半に見出せる。一方仏教では恩恵をもたらすボディ・サットバ、功績の譲渡などといった理論が徐々に提出された。 ジャイナ教だけがそういった自分たちのコミュニティに入って来ようとする理論に対してそれを受け入れるべきだという膨大な社会的圧力がきっとあったにもかかわらず全くもって不寛容であった。定期的な断食、厳格な禁欲特業、サル、霊かなーという儀式的な死、宇宙の創造者、調律者としての神の否定といったジャイナ教の社会的、宗教的慣習は 全てのジャイナ教のカルマの理論と結びつけられる。ジャイには、天章のカルマの理論に反対することで結果として、ジャイナ教徒とヒンドゥー教徒の隣人との社会的分離が生じたと述べている。そのため、ヒンドゥー教の最も重要な儀式の一つである、シュラーダはジャイナ教によって否定されるだけでなく、迷信だとして強く批判されている。ある著述家も、 カルマの概念のジャイナ倫理学、特に非暴力の倫理に対する強い影響について言及している。古代インドにおいて、天章の教説を信じることによって、あらゆる生命の合一という考えがもたらされ、さらにその結果として、倫理的な非暴力の概念が生まれたと、その著述家は主張している。一たび霊魂の天章という教説が、 自身のカルマに基づく人間という形態だけでなく動物の形態での地上の転生をも含むようになると家族関係のような人道的感情があらゆる形態の生命に普遍されてアヒンサーに寄与するということは大いにありそうなことである。ジャイナ教におけるカルマの過程はジャイナ教の七つの実在あるいは基本的な原理に基づいておりこれによって 人間の陥る苦境が説明される。七つのタット場の中では、流入、束縛、静止、解放、の四つが、カルマの過程に関係する。情動や感情に左右される、ヨーガによるカルマの流入によって、霊魂が生まれ変わり、転生を繰り返すサイクルが長続きするカルマの流入が起きる。カルマの束縛は、アースラバと バンダの二つの過程の結果として起こる。アースラバはカルマの流入である。カルマの流入はヨーガによって微粒子が霊魂に誘引された時に起こる。ヨーガとは心、言葉、体の活動によって起こる霊魂の振動である。ただしヨガ自体は束縛を生み出さない。カルマは自身が意識に結びつけられた時に効果を発揮する。 このカルマの意識への結びつき、束縛が、バンダと呼ばれる。束縛の様々な原因の中でも、感情、情動が束縛の主要な原因とされる。カルマは、説明の上では、様々な情動あるいは心的性質による霊魂の、粘り気のために結びついているとされる。憤怒、傲慢、疑慢、強欲といった情動は、霊魂に、業の微粒子がくっついて、 バンダが成立する際に接着剤のような働きをするためにネバネバと呼ばれる。情動、感情によってもたらされるヨーガによるカルマの流入は転生のサイクルを通じて続くカルマの流入を起こす。一方、情動や感情に関係ない行動によるカルマの流入は一時的な長続きしないカルマの効果しか起こさない。このため、古代のジャイナ教の聖句では、 こういった負の感情を抑え込むことが述べられている。彼が自分にとって良いものを望むなら、彼は悪を増大させる四つの過ち、憤怒、傲慢、疑慢、強欲を捨て去るべきである。憤怒と傲慢は抑制されていないときに、疑慢と強欲は生じているときに、これら四つの黒い情動は皆、再生の根源に吸水する。打者バイカアリカスートラ、 8時36分39、ジャイナ教のカルマの理論では、カルマの微粒子は、行動に結びついた4つの要因によって霊魂に誘引され、束縛されると定義されている。その4つの要因とは、手段、過程、要素、動機づけ、である。あらゆる行動は、以上の4つの要因の存在を内包している。4つの要因を構成する要素が異なる順序で、 算定されると、ジャイナ教の教師たちは、カルマの物質が、霊魂に誘引される108種類の方法について、述べた。暴力に対して、遠巻きにして、暗黙の同意、承認を与えることすら霊魂に、カルマの結果をもたらす。そのため、聖典では行動する上で注意深くあること、世界に対して、常に気配りを忘れないこと、カルマの負担を避けるための手段として、 思考を記憶保つことといった助言がされている。タットガールタスートラによると、バンダつまりカルマの呪縛の原因、精神的発展の順序の中で霊魂によって除去されることが要求される、は、各原因は次の原因の存在を前提としているが、次の原因は前の原因の存在を必ずしも前提としない。霊魂は、以上の束縛の原因を一つずつ除去していくことが、 できる場合にのみ、グナスターナーと呼ばれる精神的改定を進むことができる。ベーダニーやカルマ。苦痛と快楽は剣に塗られた蜂蜜を舐めるために生じる。カルマの影響を受けることの本質は、以下の4つの要因に基づく、感情と行動の両方が、カルマの束縛において、役割を持っている。カルマの束縛の持続期間と強度は、 感情つまりカシャーやによって決まり、束縛するカルマの種類や質は、ヨガつまり行動に基づいている。道徳的な行為とそれに対する反応としてのカルマ。善の種をまくと善を収穫することができる。カルマの影響は、免れない。影響が現れるまでには、時間がかかるが、カルマが結果を生じないことは、決してない。 これを説明するためにジャイナ像のラトナプラバチャリアは、こう言っている。悪徳のハエと美徳の不幸はそれぞれ前世の良い、行いと悪い行いの結果なのである。悪行と善行は、それぞれの来世に影響を及ぼす。このように、因果律はこの世界で破れることはない。潜伏したカルマはそのカルマを支持する条件が現れた。時に活性化し、結実する。 引き付けられたカルマの大部分は、小さくすぐに終わってしまうような結果を結ぶ、というのは一般に、人間の活動の大部分は、薄い負の感情によって起こっているからである。しかし、濃い負の感情に影響された行動は、それに相当する強さのカルマの付着を招く。そのようなカルマはすぐには結実しない。それは指示する、条件、適切な時、場所、状況。 が現れるまで不活化された状態で待ってから、湧き起こってきて、結果を賛成する。支持する条件が満たされない場合、それぞれのカルマは霊魂を束縛されていられる。最大限の時間になってから効果を表す。こういった潜伏するカルマの活性化を支持する条件は、カルマの性質、カルマと結びつく、再の感情の関与、人と時間。 場所、状況の実際の関係によって決まる。カルマの間で先行する法則があり、これによってある主のカルマの結実は先延ばしされるが最終的に除外されるようなことはない。ジャイナ教ではカルマの影響は免れ得ないと信じられているが、ジャイナ教の聖句には、霊魂はカルマの影響を変更、修正する能力があると説かれている。カルマは 以下のような修正を被る、うだや通常の工程における、カルマの自身の性質に則っ,った結実。ウディーラニャこの過程によって、もともと決まっていた時間よりも早く、カルマが実行されるようになる。ウドバルタナはこの過程によって、不可的な負の感情、印象によるカルマの持続期間、強度の不可的な増大が起こる。アパバルタナはこちらの場合、 不可的な負の感情、印象によるカルマの持続期間、強度の不可的な現象が起こる。サムクラマニアあるサブタイプのカルマから別のサブタイプのカルマへの変異、変換である。ただし、タイプの異なるカルマへのサムクラマニアは起こらない。例えば、パパからプニャへのサムクラマニアは、この両者が同じタイプに属するため可能である。ウパシャマーナーこの状態にある間はカルマが、 実行されない。陥没の持続期間が終わらない限りカルマは実行されない。にだってこの状態では、成熟前の実行と変質が不可能になるが、カルマの増加及び減少は可能である。ニカーチャナーいくつかのサブタイプのカルマに対して変更、修正が効かなくする。カルマの効果は束縛された時点で決まっていたものと変わらない。以上のように、 カルマの理論では、霊魂に自身の行動によってカルマを操作するという大きな力が持たされている。ジャイナ哲学では、霊魂がカルマの呪縛から解放されない限り下脱は不可能であると主張されている。これは、サンバラ、つまりカルマの流入の停止と、ニルジャラー、つまり意識の努力によって残存するカルマを払い落とすことによって可能になる。 三バラつまりカルマの流入の停止は以下を実践することで達成される3つのグプティ、つまり心、言葉、体の自制5つのサミティ、つまり運動、発話、食事、物を置くこと、自体することをするときに注意深くすること。10のダルマ、つまり寛容、謙遜、率直、満足、正直、自制苦行、放棄、無所有。 禁欲といった善行を遵守すること。アヌプレイクシャス、つまりこの世界の真理について瞑想すること。パリシャハジャヤ、つまり道徳の道を進む人は辛く困難な状況にあっても申し分なく我慢強く平静な態度を保たなければいけないこと。チャーリトラ、つまり揺るぎなく精神的収容を続ける努力。ニルジャラ、つまり残存するカルマの除去は、 タパス、つまり苦行と禁欲によって可能になる。タパスは、外面的にも、内面的にもなされる。6種類の外面的なタパスとは、断食、食欲の自生、かるべき状態の食事のみをとること、美食の断念、一人になれる場所での身休み眠ること、快楽の断念である。6種類の内面的なタパスとは、食材、意形価値あるものへの奉仕の実行。 精神収容、利己的な感情を避けること、瞑想である。カルマの教説の最も重要な点は、死と生、幸福と不幸、不平等、異なった、種の生物の存在、といった一見して、説明不可能な現象に対して、合理的に満足できる説明を与えられることにあると、ジャスティス・トゥコルが特筆している。 ジャイナ教の最も古い聖典の一つ、スートラクリターンダではこう述べられている。さて東にも西にも北にも南にも、たくさんの人が、過去世での行いに応じてこの私たちの世界の、住人として、あるものは、アーリア人として、またあるものは、ヒアーリア人として、あるものは、貴族の家庭に、またあるものは、身分の低い家庭に、あるものは大柄な人間として、 またあるものは小柄な人間として、あるものは顔色よく、またあるものは顔色悪く、あるものは美しく、またあるものは醜く生まれてくる。そしてこの中のあるものは王である。スートラクリターンが2.113このように、ジャイナ教ではカルマの存在の証明として、不平等、苦しみ、痛みに言及する。貧富の格差、運、寿命の違い。 不道徳にもかかわらず、人生を楽しめることといった日常的に観察される、現象が、カルマの理論によって説明される。ジャイナ教によれば、このような、生まれた時から、すでに存在する不平等やキーなことは、過去世の行いに返され、そのためカルマの存在の証拠になるという、あるものは丈夫な体を持って、別のものは、貧弱な体を持っている。あるものは、主人で、 別のものは奴隷である。同様に高いものと低いものフグと、ビッコ、モートローその他キーな者がいる。力のある君主の王冠は、得てしてすぐ他人の手に渡ってしまうものである。おごり高ぶる、者たちはすぐに面目を失い立ちどころに灰と消える。同じ母親から生まれた双子の間ですら、一方が呪まれた方が利口、一方が裕福でた方が貧困。 一方が黒く他方が白いといったことが起こる。一体何のゆえにこのようなことが起こるのだろうか彼らが母の子宮の中にいる間に何らかの行いをしたというのはありえない。それではなぜこのような奇異なことが存在するのだろうかそこでこの不均衡は彼らが過去世で違う行いをしたが現世で同時に生まれてきた結果に違いないと考える必要がある。 この世界にはキーなことがたくさんあるがその背後にはそれらのことを可能にする何がしかの強い力が働いているということが認められていくだろう。この力がカルマと呼ばれる。ありのままの目でカルマを知覚することはできないが、カルマの活動から間接的にカルマを知ることはできる。ジャイナ哲学者、僧侶は近代科学が、 原子や原子より小さい微粒子の存在を証明する2000年ほど前から感覚によって捉えることのできないほど微細微主的な微粒子としてのカルマの存在を当然視してきた。しかし近代科学のようなあるいは別の発見されるか当然視されるかした元素としての微粒子はカルマの微粒子と同等視することはできない。カルマの微粒子の概念を近代科学 物理学の文脈で説明しようとした著述家もいる。カルマの微粒子の概念は未だ証明されていないが、証明のために必要なのは、科学が分子や原子の存在を証明できたのは19世紀20世紀のことに過ぎないことを思い出すことだけだとハーマン君が述べている。こういうことを述べる人々の脳裏からは、こういった個々の微粒子すら、 クオークやレプトンといったさらに微細な構成要素から、なると、わずか100年前に主張した人々が忘れ去られているが、この主張は事実である。意識とカルマの物質の相互作用に着目して、ハーマンがさらに言うことには、心は基本的に物質に影響するという観念が今日、科学者集団に受け入れられていることを考えればこれは容易に理解できるという。彼は、 カルマの物質が科学的に発見されていないということは認めるが、カルマの物質が存在することに反するような科学的事実も発見されていないという意見である。カンティアル・バルディ・チャンド・マルディアは著書、ジャイナ教の科学的基礎で近代的物理学の概念としてカルマを解釈した。そして、微粒子はカルモン、つまり、 力学的な高いエネルギーを持ち宇宙に充満している、微粒子からなると主張している。しかし、大多数の科学者は、カルマや、リンネの理論は、検証可能でも、反証可能でもないので、科学の枠内には入らないと、考えている。ガウタマシッダーアルタ、ブッダの肖像。ブッダは、ジャイナ教のカルマの理論のいくつかの面を批判したと、記録されているジャイナ教のカルマの理論は、 古来より、ヒンドゥー教、ベーダーアンタ学派、仏教、サーアンキア哲学からの挑戦を受けてきた。特に、ベーダーアンタ学派は、カルマの効力と超越性に関するジャイナ教の立場、特に霊魂の辿る運命に対して、超越的存在が干渉できないというジャイナ教の主張に関して、ナースティカつまり無神論だというレッテルを貼るのに、ふさわしいと考えた。例えば、 ブラフマスートラに対する注釈の中で、アディッシャンカラが、本来のカルマの動きそれ自体は相応の結果を未来にもたらすようなものではあり得ないと主張した。さらに、アドルスタ、働きと結果を結びつける、見えない力、のようなそれ、自体としては感覚でも、知性でも捉えれない性質が相応の、ちょうど等価値の快楽や苦痛を媒介することもあり得ないと彼は主張している。 彼によれば、果実は知性を持った主体者、つまり超越的存在の活動を通じて管理されているに違いないという。仏教でもカルマは信じられているものの、仏教とはジャイナ教で、カルマや極端な無神論の教説が猛烈に強調されることに関して批判している。古代の仏教の聖典、サンユッタニカーヤでは、主張でもともと、 マハービーラの弟子であったアシバンダカプタの物語が語られる。彼はブッダと議論をして、マハービーラによれば、人間の運命つまりカルマはその人が習慣的に行っていることによって決まるのだとブッダに言う。ブッダはそれに応えてその考え方は不適切だと考え、習慣的に罪を犯している人といえどもより多くの時間を罪を犯さずに過ごし、 ある程度の時間だけ実際に罪を犯しているだろうと述べる。別の仏教の経典、マッジマニカーヤでは、苦しみを終わらせる手段として、観察、検証が可能な欲望、怒り、無知といった邪悪な精神状態を除去することよりもむしろ観察も、現象もできない種類のカルマを破壊することを、ジャイナ教が強調することをブッダが批判している。この、 マズジマ・ニカーヤの中のウパーリ・スッタの対話において、ブッダはジャイナ像と論戦を繰り広げている。そのジャイナ像は、言葉や心の活動と比べて、体の活動が、最も罪深いと力説しており、対するブッダはこれを批判して、言葉や体の活動ではなく、心の活動が、最も罪深いという。ブッダは、ジャイナ教の苦行における、 様々な禁欲の実践についても批判しており、自分は禁欲行為を行っていない時の方が幸せだと主張している。パドマナブジャイにはジャイナ教の教説の精地さと洗練度を認めつつ、それとヒンドゥー教の天章の教説とを比較している。そして、天章の様体とまさにその瞬間、つまり死後に魂が子宮に再び入ってくる瞬間について、 ジャイナ教の預言者は何も言っていないと彼は述べている。ニティやニゴーダという概念は常にニゴーダであるような種類の魂が存在するということを述べているのだが、これも批判されている。ジャイナ教によれば、ニゴーダとはごく短い寿命しか持たず、宇宙全体に散らばって、軍を成して生きている極端に微細な最低の種類の存在である。ジャイニ博士によれば、 ニティア二号ダの概念は全体としてカルマの概念にとって傷となっているというのはこういった存在は明らかに何らかのカルマの理論に照らし合わせて意味を持つような行動を行う機会を前もって持つことはないだろうからである。人の人生の工程がカルマによって決まっているために病に苦しむ人の心をくじいてしまうことになるという見地からもカルマは批判されている。 頼れるもののない人の安全に立ちはだかるつもり積もった悪行の尊計というカルマの印象は宿命論をもたらす。しかし、ポールドゥンダスが提起するように、ジャイナ教のカルマの理論は自由意志の欠如を示さないし、運命に対して全体的、運命論的な管理を実行するわけでもない。さらに、個人の行動の能力を信じられていることや、 禁欲者が邪悪なカルマについて小説し、ジナの生涯を真似ることで下脱に至ることができると信じられていることからわかるように、カルマの教説はその信者の間に運命論を広めるものではない。ジャイナ哲学では魂、ジーバはこの世界に存在する下脱していないレコンと、下脱してカルマから解放されたレコンの二つに分類される。 ジャイナ教版の最初のラーマーアヤナはビマラスーリによってプラークリットで4世紀に書かれた。シー・ダンダス、ポール、ピアニッシも238-39ジャイナ教は長年の間女子誌を使ってヒンドゥ教と対立してきたようだ。16世紀にインド西部のジャイナ教長術家がジャイナ教版マハーバーラタを書いてビシュヌを抽象している。 ヒンドゥー教の影響力の強い文書、シバ・プラーニャ、シバ。プラナによればビシュヌは浅瀬を作る者、悪魔を、ジャイナ教の宅発生活をするよう転校させ、神が容易に悪魔を打ち倒せるようにした人物のような、をも想像したという。こうしたジャイナ教版、マハーバーラタのもう一人の標的としてクリシュナがいる。クリシュナは、ジャイナ教の初期、 シュベータンバラ派の信心深い信徒であることをやめ、代わりに横島で、不道徳な作望家になったというように描かれている。C ・ダンバス。ポール、P237、ティールタンからという言葉は、浅瀬を作るものと訳されるが、大まかには、預言者あるいは、教師とも訳される。浅瀬を歩いて渡るとは川を徒歩で渡る、横切ることを意味する。つまり、 彼らが浅瀬を作るものと呼ばれるのは、サンサーラの川を渡る、渡し森の役目を務めているからである。シーグライムス、ジョン P320 ジャイナ教の生物のヒエラルキーは、生物を、知覚能力に基づいて分類する、人間や獣のような五感を持つものが、頂点に位置し、微生物や、植物のような一つしか、知覚能力を持たないものが、底辺に位置する。 マハーブラタつまり五を受け会に加えて、ジャイナ教の出家者は、五大受け会を補強する、不可的な習わしに従う必要がある。その習わしが三つの、グプティと五つの、サミティである。三つのグプティとは心、言葉、体の自制である。五つのサミティとは運動、発言、食事、物を置くこと、拒絶することの五つを注意深く行うことである。 調律者、分配者としての神の理論が、ジャイナ教で否定されていることに関しては、ジャイナ教と、反創造論を参照8世紀のジャイナ教文書、アシタカプラカラニャムで、ハリバドラが、苦行や禁欲は苦痛しか生み出さないという仏教の考えを論爆している。彼によれば、苦しみは、過去のカルマによるものであって、苦行によるものではない。 苦行がある程度の苦しみや努力を強いるものであっても、苦行はカルマを除去するための唯一の手段として、なされるべきだと彼は言う。彼はビジネスマンが自分を幸せにする利益を得るために、痛みや努力を引き受けることと苦行とを比較している。ビジネスマンの場合と同様に、下脱を求める修行者にとっての苦行や禁欲も、至福なのである。ハラバトレスリー。 ンハ・アショククマール、アンド、ジャイン、セガーマル P47 を参照。ありがとうございます。